ここに五大明王だとかいうなんか恐ろしいのがあるので撮ってみます。大久保寺中央、これお不動産という雰囲気に見えるね。こうこう、これ顔が3つある。こちら不動明王って書いてますね。そしてこちら、その奥は何堂だったかな、後で言います。後ろに本堂、こうです。